トヨタ自動車、トヨタ自動車日本国内販売網年表本校は、トヨタ自動車の日本国内における販売天網の変遷を一覧として記述したもの。1945年8月、自動車統制会と日本自動車配給は解散したが、地方自動車配給が各メーカーの車を一定に販売した。1946年、トヨタ販売1948年、 トヨタ販売を、トヨタ自動車に、名称変更、トヨタ自動車1956年3月、トヨペット店系列追加トヨタ店トヨペット店コロナ、トヨエース1957年2月ディーゼル店、系列追加トヨタ店トヨペット店ディーゼル店、大型車用、ディーゼルエンジンの生産開始に伴う措置。ディーゼル車に限らず、従来のガソリンエンジン搭載の大型トラックとバスの、 エンジンンジなどををするランドクルーザーザ扱う1961年6月、パブリカ1系列追加トヨタ店トヨペット1ディーゼル店パブリカ1パブリカ1967年11月、トヨタオート店系列追加トヨタ店トヨペット1ディーゼル店パブリカ1カローラ、パブリカトヨタオート店カローラスプリンター1969年3月、パブリカ1を、 トヨタカローラ店へ、名称変更トヨタ店トヨペット店ディーゼル店、トヨタカローラ店、トヨタオート店。1980年4月、トヨタビスタ店を追加トヨタ店トヨペット店、トヨタカローラ店、トヨタオート店、トヨタビスタ店、クレスタ、ブリザード1998年8月18日に、トヨタオート店を、ネッツトヨタ店へ解消トヨタ店トヨペット店。 トヨタカローラ店、ネッツトヨタ店、トヨタビスタ店2004年5月、ネッツトヨタ店と、トヨタビスタ店を、ネッツ店として統合トヨタ店トヨペット店、トヨタカローラ店ネッツ店2005年8月、トヨタブランド以外で、初の販売網、レクサス店を追加トヨタ店トヨペット店、トヨタカローラ店ネッツ店レクサス店。ありがとうございます。